北京五輪フィギュアスケート女子銀メダリストのアレクサンドラ・トルソワ20が結婚式の写真を自身の SNS にアップした動画幸せいっぱいのウェディングドレス姿を披露したトルソワトルソワはフィギュアスケート選手のマカール・イブナトフ24と結婚婚姻登録を行った後大自然の中で式に臨んだ赤いロングヘアに純白のロングドレスを身にまとい 北京五輪金メダルのアンナ・シェルバコワや2015年世界選手権銅メダルのエレーナ・ラジオノワさんら出席者から祝福を受けたロシアメディアスポーツによるとトルソワは今後夫の姓を名乗りイグナトワとなるというトルソワはもちろん私たちはとても緊張していた登記書では手が震えて指輪をはめることもできなかったでも正式な式が終わると 興奮はほととんどなくなくりりりり魔法の雰囲気にすっっかり浸まりましたと振り返った、ま、た振返私がロマンチストかどうかはわからないが、親愛なる親しい人たちに楽しいサプライズをするのが大好きであることは確か。私はこのことに大きな喜びを感じ、このような瞬間に幸せを感じる。美しい休日とはまさにこれですと、幸せいっぱい。